こんにちは、和歌山ムーブです。2019年、今年のテーマは若三人。楽曲の中で、幾度か鶴という表現が出てきます。そして、衣装をご覧ください。オレンジと青のコントラストでやってるんですけども、鶴が羽ばたいてます。この鶴のように踊り子たちも一生懸命羽ばたいていきたいと思いますので、ご声のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタンバイ、響け若三人。Thank you.
和歌山で最も古いチームです。和歌山ムーブの皆さんに黒潮ステージの踊りを飾っていただきました。さあ